クリスティーン・アーロンはフランスグアドループ・レザビーム出身の陸上競技選手である。2004年アテネオリンピックの女子400メートルリレーのフランスチームのメンバーとして銅メダルを獲得している。1998年に行われたヨーロッパ陸上選手権では準決勝で自己ベストとなる10秒81を記録していた。そして迎えた決勝では 追い風秒速2.0メートルという絶好の条件で中盤からみるみる加速し先行していたイリーナ・プリワロアラを振り切って優勝したタイムは10秒73でヨーロッパ新記録であったその後アメリカ合衆国に渡りモーリス・グリーンなどが所属する C に加わっていたが2001年その過酷なトレーニングに耐えかね C を辞めたその翌年アーロンは 第一子を設けている。2003年、地元パリで開催された世界陸上の400メートルリレーではアーロンはアンカーを務めた。決勝では、この大会の100メートル金メダリストの通トりーーエドワーズがアメリカチームのアンカーでフランスチームを約3メートルリードしていたが、アーロンがフィニッシュ直前で逆転し優勝を果たした。さらに2005年、それまでアーロンは 世界的な大会で個人でのメダルを獲得していなかったが、この年の世界陸上において100メートルと200メートルで同メダルを獲得した。アーロンの100メートルの記録10秒73はフローレンス・ジョイナー、マリオン・ジョーンズに次ぐ世界歴代3位の記録であった。しかし、ジョイナーにはドーピング疑惑があり、ジョーンズはドーピングを認めている。このことから、 アーロンの記録が実質的な世界記録と考える人も少なくないようであった。ありがとうございます。